やっと行けた。代々木上原のカフェ、小楽園。噂の桃源郷。家具や壁も、とっても可愛い。異国のお城に来たみたい。細かいところまで、カラフル。グッズやお持ち帰りのお菓子たちは、贈り物にしても、とっても喜ばれそう。箱が欲しくて、買いました。メニューは、ラテやチャイなど、見た目も美しいドリンクたち。美味しい。楽しい。噂の山のケーキ、パチャチュムにもあげるね。トイレまで隙のない可愛さ。この子が日本の山を説明してるらしいよ。テイクアウトの近所ショーも気になる。ぜひ行ってみてね。